いや強くなったじゃんねえ、もう5000人6000人だっけ、5000人だっけ、6000人の前でね、勘弁してください。6800、あすごいじゃん、7000人じゃん。もうさあ試合です、7000対兵、試合の方です、試合ですよ、試合ですよ、教えてるよ、試合の方ですが、はい、すごい試合だよ。ロシどうする、コロちゃんです、コロちゃん、俺ら引退じゃない、同じ年か、ロシとは同い年です。で、コロちゃんですが、はい。7000大変。原平ですら3000点だったの。そう。原平ですら3000点だったのに、大変に7000はすごいよ。いやでも本当にあれはいい経験になりました。ダブルスコアだよ。本当にいい経験になりました。ありがとうございます。マッキークイズダービー知ってる。マッキー古いね。マッキー知ってるね。クイズダービー知らない人の方が多いんじゃねえかな。あのね、多分ね、400人ぐらいの人は知らないと思う。知らないっすよね、多分。俺の放送をやってても、今から学校行ってきますって人ばっかだから。生まれてない。若いな。せい君も生まれてない。いや、せい君、安室奈美恵知らないんだよ。それがマジ終わってますよ。終わってんだけど、マジでせい君。人として終わってますよ、それは本当に。そこまでは言ってねえよ。いや、でもやばいですよ、そこまでは言って、まあ7000大変だよな。あ、すいません、すいません。さあ、試合の方は、1-1ですね、ここは。たい平さんも偉くなりましたね、ロスさん。喋らせていただきます、ここは。味方で見てたたい平さんの面影がもうない。ないでしょ。いや、ロシやめてよ。ロシやめて。打ち合いできても、俺んちにゴミ散らかして帰ってくるんだよ。それ初めてなんだけど。あ、ごめんなさい、この間麦茶置いてきました、ごめんなさい。麦茶じゃなくてコーヒーもだから。すいません。コーヒーの空き瓶。すいません。なくなったな。そう、大抜きしてとけよって。しかも飲みかけ、飲みかけね。言ってないっすから、そんなこと。そうだよね、ロス。さあ、試合です、試合。はい。状況は、コロちゃんがゲージに溜まってますね。しかし、国側が勝利ぶっ込んで、デンジン。しっかりビオラしている。デン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 死なないが、さあ、石持ってるのでワンチャンあります。これはどうなるか。ブロッテブロッテ。さあ、嫌がらせで画面端でゲージを溜めつつ、もうゲージが7割。もう一本電池が溜まるときつそうだが、さあ、この輪も、徐々に距離を詰めていく。一回下がってここランスだ、乱石状態で、飛びが通る。さあ、これは死ぬか、死にませんね。ここは死にませんが、置き攻めは1度下がる。時間が20秒切って、林、灼熱持って、波動も持って、おー待って、前ジャンプ竜巻クニー、今のは根性でしたね。あれはゲージが溜まってほしいと思いますけど。クニーまだ今9人目ですね。で、ロッシーが11人目かな。まあ、2P 側結構優勢ですか。そうですね、今のところクニーがどこまでいけるかといったところ。しかし相手はロッシー光。まあ、ロシヒカリといえば国からしたらね、動画でしか見たことないような人ですからね。そうですね。そしてヤン対竜ということで、しゃがみに触れがあるこの状況で、国がきちんと取っていけるかどうか。さあ、大パン一確認かな ?EX トロ。金中継が刺さって、大パンで締める。大さん、さすがに今の一確認してませんけどね。してませんかね。すいませんね。出してみました的なことですね。すいませんでした。大さんだったらできるってことなんですよ。いえ、無理です、無理です。さあ、大発して。いろんなゲージからグアップ EX ソロガードアップを割って中足したつまき。さあ電陣ここは3時9割だがタッチ中継でビオル楽に仕上がってる。大パンガードして、さあ枠らせとは刺さるものの、ここはリバサル何か出ていたがドーンと下がっていく。いろんなゲーマーのしっかりグアップ、ドロがガードさせられませんでしたね。あれは弱小竜は言ってほしかったですね。弱小竜までは金中継入んないんで、弱ならああなるほど、そんなにはい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 なんで大パンから小竜を打っておけばという。何もしないわちょっと。なるほどなるほど。そして第3ラウンド壊しエクストラ触ってスタンチが危ない。いや歩いて犬投げピヨっている。最後はジャンプ TC 天心選挙台。重鎮ありますね、やっぱ。さあ、まだ若い者にはまだ負けれんぞとしっかり止めていきましたね、ロシヒカリ。ジャッキーチューンロシヒカリありますね、まだ。さあ、続いてさあ、カズネー登場です。こっち10人目かな。10人目ですね。さあ、ヤン・アレクここはアレクに対しては静養を選択しますね。ブロック禁止系。さあ東老山打ち切って制覇と両腕打ってる。ワールド踏みつけて投げが通すジャパン。さあ静養をきちんと仕切り直して投げが取って大足。ここは投げ返してさあジャンプをしゃがん中盤立ち中盤で落としたものの N 投げ。EX エアに黙れる。ドロップ中盤 EX エアに。さあ和也お見事。第2ラウンド小足 X ドローはしっかりガード。ここは TC 最後の白虎は届かなかった。小足相手のジャンプを垂直ジャンプだけで落としてますね。さあぶっ込んできた EX ドローに当たって再び画面足逃がさない。ワーワーガードして逃がさない。そして制圧を旋風脚リープ東老山中足から打ち切って白虎ガード上り台形。さあいろいろ勝ち合いましたが最後はジャンプ台形垂直ジャンプですね。ここで取り返して最終ラウンド。さあ手前落ちは手前落ちというか足元落ちはしっかりガード。膝 EXL もさあ来撃からここを踏んで膝エクセルをトーロー流れてリープブロックいた EX トーロー使って画面足持ってく遅らせトーロー刺さってリープ旋風脚銀中継歩いて出さる。そして発動これは厳しいかエア2で逃げるもしっかり着地に技がかかる。さあロッシー強いです。当たり前ですが強いです。3つ目ぐらいですよあれさあ続いて登場、ライアン・チュンリーですね。本日の色は青カラーですが、ライアンいろんなキャラを東西戦で使ってくれてるんですが今日は、チュンリーでございます。ライアンついに戻りましたね。戻ってきましたね。いろんなキャラを使って帰ってきましたね、はい、やっぱこのキャラが強えと戻ってきたようですが相手はロシヒカリ一気に持っていかれてる。リープローキック EX トローつながっている。三角飛びに逃げるもここは投げてピエロは気合いの入った顔そろそろ見たいんですけどいません。ミッツーが何してんのかな。いやピエロの気合いの入った顔そろそろ見あ超入ってマイスリーいや画面を見てまさか大西さんが画面を見てないっていう話になっちゃうのでいや今相当ピエロが若い子レミー機械の方にいろいろ教えてあげるって俺のプレーを見てろっていう感じでしかも逆側でちゃんと見てますから、はい、それを斜めので意識しつつのだって見てるの見えてますからねこいつこっちからこうやって、はい、いやピエニーいいですね。ピエニーさすがでしたね。さあ画面の方はロシヒカリが強いコトコトコト入れたのちょっと強すぎるでしょこれおみつあきたー春さあおい大予想さあロシヒカリに対して出てくるは厳密神ピエロ。このカードは面白そうです。先手を取っていったなロシヒカリ膝で暴れてコパンエクソロ緊急系刺さるトロ大パンでピヨってしまうジャンプ緊急系トロー厳密神大丈夫かとわさびさんからも煽りが入る緊張がやばいですよ。第2ラウンド持っていけるかルグレルグレ。いや俺ピエロに春が訪れてほしいんでロシヒカリちょっと空気読んでほしいですねさあ第2ラウンドはピエロが優勢。ここは前方転身から EX トロが繋がっていない。ソニックさあ距離を見極めてジャンプ中継ルグレ小足したソニー相手の中足トロはしっかりガードしてここは投げ暴れ EX 様体力見て殺せる状況で制限ミス追ってくる。さあ最終ラウンドさあルグレでくぐって垂直ジャンプだけ。そう歩いてきたな見てから EX さうわーピエロしかし前方転身でトローし空気読みすぎしかしここはもう一回 EX トロ着地に TC させてリープ一回距離を離したか、ダッシュ壊したチル、そしてソニックで様子を見る、ルグレでも戻ってきてルグレ膝、さあレミガニゲージがないので反則を打てない、東野しっかりガード、しかもピエに拍手もらった、ピエに拍手もらった、拍手もらったピエによかったじゃん。こんな感じになってきましたね。レミ使いの日ユウさん来てたらやばかったよ、ほんとバーサス壊れてたよ、多分。さあ、そして、厳密を止めるのは、ここでマルコです。マルコ登場です。はい、マルコダンカーから、サンタの帽子をいただきました。かわいいです。マルコサンタ来ました。マルコサンタになりましたね。こんなイケメンのサンタいます普通サンタってちょっとふくよかじゃないですか。そうですよね。こんなスリムでイケメンのサンタ嫌なんですけど。こんなイケメンのプレゼント持ってきてるのは、くれるのは嬉しいけど、ちょっとイラッとしますね、あれ。さあ画面の方はさあルグレソニック下ソニー、さあ若干体力レミ有利だがもう圏内に入っているか、これは。いやもうピエロ春が訪れたんだったら全立ですわ、これ。ああここは高まっているかどうか、下ソニーマルコですら空気読まないで、そしてマルコですら空気読んで包容出さないですもん。今出ませんでしたねこれが厳密の本気のプレッシャーが先制したら厳密地でこんな強いピエロ見たことないですよさあもはや負ける気がしないといった感じか。海洋圏100倍くらい使ってますから速いですもんピエロさあここは確かいつもより動きが速いか、ルグレここは投げられてしまうが糸投げディープは当たらない、中足方よく食らってしまうが沖爪は発見役です、ガード投げて元戻されるタッチ中継、最後は猫パンチ。さあレミー側ゲージは1本ちょい。そうね、マルコはね外心なんでピエロの春なんてどうでもいいんですわ。あ、空気が読めるというか漢字が読めないと、はいさあマルコはただ勝ちにのみ集中している。ディープ反則決まっていく、大きい攻めが、さあスピバを潰すジャンプだけあっけ下取り体力大幅有利で、しかし移動の逆ローが移動投げ調子ガード、ルグレ壊し弱形したソニー連携が手食いチラシ猫パンチハマー、まだ知らない100列ガードしていやーお見事ーピエロ拍手2回目拍手2回目だよさあ、出てまいりました。ここで YSB 登場です。今日のスーパーサイヤ人と化した厳密神ピエロをこの男の山で止められるのか。いやもうこれピエロ全体ですわ今日本当に強いです。さあヤクにも勝っちゃいますよこれ。さあ、期待がかかるのがしっかりミートをイエクスタまで拒否していく。今切れてましたもん、ミートとか打ってんじゃねえよなめんなといった感じのサマでしたね。さあここはうまくさばいていけるのかどうか、一度下がってソニックタッチ中継、さあボディが刺さるが一度仕切り直し、距離を取って相手に何もさせない感じで持っていく、カラジャンから投げソニックジャンプされても落ち着いて次のタッグをかけていく、そして EX ソニックタッチ待機をしっかりガード、下ソニタッチ中継、さあここでタクが通ってミートが刺さるのか、さあどうなのか ESB ハウスだったー、しゃがみぐらいの立ちだけ立ちでパンさあ見事に持っていた YSB、 さあスーパーサイヤ人の効力がそろそろ切れてきたのか、しかし今日のピエロは一味違う、逃げてよブロってしっかり反撃決めろ、これはほぼ完全対空のフンドですね。 N 投げしてパームガード中足、さあボディ早出しのボディをしっかりガード、パーム小足サマーはガードされて中足ガメ足 YSB ハウス逃げられないムーン決めて、さあボディと小足が交錯したが EX ハウス投げ水、カウジャンから投げてバリブロッテゲーム、ジャンプ台パンからのしっかりお打ち。さあ最終ラウンド、 YSB 側のギガスゲージがマックスと光っているが、これがどう動くか。壊しムーン、ここは使っていた。そして先ほどと一緒に距離を離すと思いきや、ゲンビッシュのレミは時折前ジャンプからきちんと攻めていきます。距離を離しつつソニック、ソニック、そしてそれを盾に前ダッシュ、ダッシュ版、しかし画面端に向かってしまっていたが、さあ EX タワー2発目当たっていた、壊し、そしてまた対空、しっかり危ないところでしたね。ボディに壊しかくらせましたけど、この着地に、まあ、かくらせられるんですね、あれ。ボディが当たって、ここはジャンプしていた。今の空中ぐらいしましたよ、うますぎですね。当たった後のタクがマジめんどくさいですからね。YSB ちゃんとヒット確認してくるんで、そうですよね。空中にいればハンマーが使われますからね。はい、さあ中継 EX タワー、ボディを見てから打っていたが、あ、ギガスそうなんですが、ここは回っていなかったのかどうか。時間もいい感じになってきて、ハンマー、さあ17ガード、なんだこれ、あー、手がいい、厳密視3回目もらって3回、今スリー、おい、やっくん空気読めと、相手がピエロが初めて吠えました、ピエロ吠える。さあ現在3連勝、残り2人抜いたらこれはとんでもないことです。てめえにだけ春は来てたまるかっていうヤゴの心の声がやばいね。そうですね、怒りのヤックンですが、ここはスーパーサイヤ人が強い、ルークルが刺さって、うわー、ピエロー、井戸投げ、ピエロー投げて、ピエロー投げて、スタバが入らないわ、ピエロ吠える、強いぞ、ゲンビッシュ、ピエロが試合中に吠えたの初めて見ましたよ。そうですね、自分の試合の時に吠えたのは大体いつも冷静にやるんですが、この年で初めてですね。さあ高まってます、このスーパーサイヤ人、まあ完全クリリンのことか状態ですよ。はい、そうですね、怒りに身を任せてますね今、ヤッコンのことかーってさあそしてヤッコン反撃を決めていくが、レイミーが体力半分失って、あー、すかし投げ、しっかりグラップ、ピエロ頑張れさあゲージン、ここはクラウがまだ知らないか、特別称号で春あげるから、特別称号春金次決勝なる、決勝で削りに行って、ヤックンガッツすぎな、カッチカチですね、ヤックンがもうガチですよこれもうさあ開幕前ダッシュしていたらゲーム中ブロッテ投げかけていない、ピエロ発動してしのげば、しのいだー !EX タワー膝反則、おきぜれがいけ、いったれタッチゲーリーロー下取りリーロー、さあ一致の下がって絶対天使がいい、こいつ鉄山から発動してピエロ、オルガード、オルガード、タッチ上がるピエロさん、ヤゴやっぱうまい、あそこから最大でやって最後まで諦めない、わかるしゃれ。さあレビーが4連勝です。大将まで引きずり出してマツケが出てきた。ただ町2ですからね、はい、こういう時にも冷静で、さあ今の沈着な町2ですよ。スーパーサイヤ人の怒りをマツケの硬さが止めれるのか。膝で暴れてマツケン海王神的立ち位置なんで、なるほど、あんま聞かないですよねスーパーサイヤ人とか。相手が高まっていても知らないよと、はい、同じ立ち回りをできるのがマツケン。ここはダッシュ、しっかりグラップ体力、さあ中足立ち確認でしょうか。さあ陣内決めて立ち受けブロッて大パン、さあ遅らせて中足が入るわ、詳しい、いやピエロ諦めてないですよ。ダッシュを見ていた、投げが通る。今でも諦めてなかったですけどねピエロ。そうですね、あそこで下段打ってれば自ら入ったんですけど、入りましたね。確認が難しかったですね、距離が危ないところでした。さあ第2ラウンド、下ソニと中パンが内からジャンプジャッケ、さあ大パン、ルグリがちょっと遅い、膝をブロック投げる、壊し移動がね、これはサマーが入る。ちゃんとニュートラル投げにするのがさすがなんですよね。さすがですね、画面端でここはコアコア陣内決めて体力が一気に追いつかれる。表裏 EX 様で拒否る。強すぎますねピエロこれ。さあ体力を逆転したのはゲームチーム。中足一文字ガードゴロッテ最終盤グラップして画面端追い込むものもここは中心ない。さあゲージはないが大き攻めが膝膝の膝の蹴りだけお見事ゲージを置いて殺していった。さあ最初なんだよサーバーが速い。いやもう女の子まで吠えてくれてますよ女の子まで吠えてくれてますもうピエロ高まりすぎてもうどうにかなってます。さあここですばらしい継続でヤック倒したんで継続できるのかどうか。これ継続したらワンチャン。さあしゃがみ出さないいけるよはるが立ち上げどれあーこれは冷静半角球で投げらばれる膝ああーやっていたーハイパンで済んだピエロ投げてピエロ投げて投げなったー惜しい頑張ったねピエロいやーマツケン辛いなそれ、はい、さあそして厳密心の敵を取れるのか富永誠。さあ野蛮泊でとんでもない失態をいろいろ見せてしまいましたこのピンク誠ですがここで挽回できるでしょうか。5番第5番さあ中盤をブロって中足追い込んでいるのは富永側だがバックシャストここはバックステからしっかり中足ないジャンプ大パンチストイエス押し大パン当たってしゃがみぐらいしっかりだがここは一応距離を離す。さあお互い前を見てるがブーいやマジこれ牽制戦でも決めたんですよ確か決めましたねはい牽制戦の時もこの光景を見ましたね。お前のそんなの分かってるよというブロでしたね。しかも2発じゃなくて分かってますはい一発ちゃんと一発だけブロって決めてます。俺も分かってますもう常連は全員分かってます何するかもう剣と EX 剣あの辺もブロってしっかり最大でした。マツケンここは画面して投げてバックステから中盤陣内唐草なんかこすってんじゃねえと言わんばかりですね。一文字さあそして無理にいかない投げてバックステ前ダッシュもきっちり中盤で止めるこの硬さそしてもう剣は寄る必要がない中足 EX サードさあ絶望です誠がどうぶっ込んでいけばいいのか中継ここは EX3 が当たるが大パンが当たらない距離が遠かった。最後はしゃがみ中足いやさすが東証ですねはいしっかり富永の殺し方を知ってましたさあ東証ここで出てきたのはフォロヤンマツケンとは攻撃でチームメイトでした。これキャラ差結構あるんですけどフロが相当牽制うまいんですよね。なるほどさあこの2人でも同撃前とかずっとやってましたからねはいもうお互いがお互いを知り尽くしたという感じでしょうね。ここは中足デッド陣内しっかり決める遅らせて TC 処理今のはうますぎですよマツケンむちゃくちゃタイミングで良かったですね今。さあ体力大幅に奪われたがここはどうするか中足波動拳落ち着いているマツケンちょっと牽制から落ちて気合い入ったっぽいですね。そうですね牽制の時はちょっとやっぱ剣あんまやってなかったんであの時マツケンですら落ちるかといった牽制戦でしたからね、はい、いやーそれほど厳しい戦いを終えて覚醒したのがマツケン。しかしここはフロ側が押し込む大勝利だ。待って89番がスカルがさあお互い今愛を見て動いているチラシ壊しエクストロー押し込んで来撃来撃ここでウロリーチをかけるさあ最終試合となるかどうかローキックエクストローしっかりガード中盤距離が前捨てして距離が合わないと思いきやしっかりバック捨てでもう一度距離を測り直す投げて EX サードさあ大パンに差し返し見てました壊ししかしこのまま負けていないチラシ取ろうだ遅らせ EX 取ろう一発当たるか大パン手前後ろから投げてしっかりなブロック投げ返し一度距離を離す投げてさあリープヤン側が EX 投ゲージがたまる前方きしんのジャンプしていたチラシ X サードガードダッシュダッシュあのスピードもしっかりグラップ PC 暴れ EX トロさあお互いの前管理が素晴らしい最後の一手を決めるのはどっちださあ怖いあ手前打ちに EX サードマツケやりますねさあぬきさんですさあ本日最初大賞最終戦ですマツケン対抜き行ってもらいましょう抜きさん頑張ってさあトミーも応援してるジュースが飲みたいさあ勝った方がジュースです、はい、ジュースがもらえますダッシュから L 投げ2回グラップ立ち受け、はい、さあ読みの勝負だったかしっかり半角ジュースから放線追い打ち決めて確率でもう一回ダッシュ白熱はいいつも通りですね完璧の立ち回りですね完璧ですさあ鉄壁のマツケンといえど抜きの攻めはそれ以上に強烈なのか下風呂から中盤順位を決めて家から置き攻めが遅らせ TC 一文字狭間ガードダッシュに勝ち合っていたので表裏が入れ替わる中盤ブロックダッシュ一文字中足あるかダッシュさあここはもうフォア枠使わないと判断したのか大足をバンバン打っていって最後は着地にかかとひよったら負けなんですねやっぱり大足をブンブン振ってってそうですねまあ半分釣りみたいなもんですね使ってくれれば御の字みたいなあそして最終ラウンド移動投げが移動投げ吸いすぎるがチラシここは確認してるのか陣内決めて表裏スピードで飛び出る中足陣内さあゲージはないが置き攻めがブロッテ中足さあ差し合い大パンこっからです中足ブロッテ大足きちんとフォワードのケアもしていたこっからいくぞー落線ハッケーブレスそして下がるブロッテゲージが上がる大足立ち台形しゃがみぐらい張って勝ったのは 2P チームでした最強いやー危ねえいやピエロあんだけ頑張ったからさ負けれねえじゃんということで 2P 側にジュースをお願いしまーすジュースだよジュースだよ最強キャラじゃねえかって今更言ってるやつがいる今日もジュースがうまいはいもらってみんなそれは10年前から最強キャラだよみんなジュースもらってください最強キャラは10年前からだよ